来てました。どうしよう、何か当たってたらどうしよう。まあでもこういうのは偏見ですよ。人の見た目で判断して、いる私の偏見のイメージでしたけど、それが誰かにめちゃくちゃ見てたとかね、たまに見ますよね。なんかすごい遠目で見て、この人三浦淳さんなんじゃないかみたいな、結構見ません。特定の人に似てたとかかもしれないですね。私は間違えられたことありますかっていう。
再開していきまして、引き続き最新の気象情報をお伝えしていきます。